ここが大事になってくるんだと思いますね。さてドログバです。トゥーリューがついている。ここはドログバのファールを取ったがトゥーリューのファールを取りました。11番の世界屈指のストライカードログバ、プレミアリーグの得点王です。188センチ、まあ、体重は84キロという発表がありますが、本当に大きな体、その世界屈指のストライカーが今日の相手です。2001年から2006年までイングランド代表を率いていました。その後マンチェスターシティ、さらにはメキシコ代表を経て3月28日にこのコートジボワール代表に就任をしました。あっとドログバが交代します。ドログバが交代する。右の腕を押さえています。かなり痛そうにしています。ちょっとこれはコートジボワールにとってドログバが心配されます。骨折などしていなければというところに金谷さんなりそうですが。そうですね、本当心配ですよね。本番迎えるにあたってアフリカ初のワールドカップということで、はい、まあ、このチームでは顔ですからね、ドログバは。